はい、どうも、ケンパです。ポケモンレジェンズアルセウスやっていこうと思います。前回はね、クイーン。バサギリの次の、なんか、守り神みたいなポケモン。ドレディアってやつをね、沈めたね。なんかそいつもね、結構荒ぶってて、どうしたんだろうって感じだったんだけど。はい、ということで、サブニムの方のね、これ動画になります。ちょっとね、このおじさん、話しかけてみようか。狙い、狙って投げて、当てて割って。はい、行くぞ、ヒゲズラ。まとめて割って、腕を磨け、目指せ、射的名人。と。はい。君が1万点以上出したら特別な景品もつけちゃうよ。やってみましょう。これもね、なんかミニゲームの、ミニゲームじゃねえ、サブ任務の一つだったね。ああ、不安定。とりあえず、これ割ればいいのか。はい、モンスターボールで、せい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 、せい、これ、割りましょう、割りましょう。はいはい。なんだ？あ、時間が伸びた。へい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 。なんかまとめて投げてみたいなやつかな。これ、どんくらいの、あれなんだろう。へい。あ、いいね。今、まとまった音したね。何匹か一気に。なんかダーツでこんなあったな、そういえば。わかる？わかる人わかるかな？ちょっと何匹か一緒にまとめてみる？これね、ポケモンの名前ね、なんかね、不安定みたいなやつね。不安定を一気に割りますと。どんくらい割った方がいい？おお、怖い怖い怖い。あ、めちゃめちゃ前行きすぎたわ。これ絶対後ろから投げた方がいいね。はいはいはい。なんでこんな連続線こんないっぱいあって。あ、いいよ。なんで？もっと行こう。4、8連続ぐらい行きたい。はい。2、1。おい。誰をどう選べ？私秒しかない。やめて。はい。秒数どうやって伸びる？あ、伸びた。15秒。いいね。へい。ほら。あ、全然増えん。おい。おー、下手い。お前、ボール投げ名人じゃないのか。あっちの世界では、あっちの世界で野球部だったんじゃないのか。おい。エース目指してたんだろ？いけ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 。時間伸びて。はい、時間伸びて。いいよ。いいよ。もっと、せい、はい。どう？ 1 万点いったんやな、これ。1万点いった。あ、1万点をいった。あれ、1万点でしたよね。イエイ。射的を遊んだ者には、特典に優しい景品が待ってる。え、マスターボールとかじゃない？今回の特典なら、この景品を射程しよう。あ、進呈しよう。釣りのみ。お、1万点を超えた君にはとっておきの景品もつけちゃおう。何ですか？スーパーボールと金の玉。え？釣りのみと金の玉ってこと？はい、深くはあんまり喋らんときましょう。より良い得点を取った者にはより良い景品を用意している。さらなる記録を目指してたくさん遊んでたくさん鍛えてくれ。はい。あ、スーパーボールね。はい。持ちきれない金の玉ね。まあ、確かにな。だいたい個数、持てる個数はね、決まってるから。はい。じゃあ、次は、ちょっと他のサブ任務ね、ちょっと、村の方に戻って、ことぶき村の方戻って、他のサブ任務ね、進めていこうと思います。えい。はい。とりあえずね、ことぶき村、帰ってきました。お、何か起きないかな、言ってるね。何も言ってない。はい。あ、いいね。あのマークはね、サブ任務のマークなんだけど、とりあえず話しかけてみようか。ね、こいつね、前石つぶてあげたんだよね。力自慢とかに手伝ってほしいぞ。うわ、ヒゲづら笑顔。ヒゲづらスマイルだな。はい。おう、あんた、調査隊だな。ちょうどいいところに来てくれた。畑をさらに広げたいのだが、水やりをする手が足りねえ。はいはい、水タイプの技を覚えたポケモンがいたら貸してくれねえか。もう全然貸す。いっぱいおるやろ。あ、もうプイゼルから。はい。いってらっしゃい。なんかわいいね。あんたのポケモンのおかげで畑を広げられるぜ。ハッピーじゃん、そんな。おお、畑に水が行き渡る。勢いに乗って畑を増やしちゃおう。勢いに乗って。はい。畑が増えます。うわ、めちゃめちゃヒゲ面だ。できたぞ。ああ、3つになったね、畑。見てくれ、あんたらのおかげでいい作物が育ちそうだ。はい。
この子にはもう少し畑作業を手伝ってもらうように、畑の水やりができる他のポケモンと交換するときは声をかけてくれ。はーい。イエーイ、畑増えた。なんかね、ここの人に頼んだらね、これこれこれ、このおかっぱ、すごい髪型よね。ヒゲ面おかっぱ、収穫が終わったぞ。あ、そう、なんかね、依頼してた。これ育ててくれ、言うて。そう、あ、ボングリやね。ボングリの実32個。虫食いボングリはいらん。次どうしよう。どうしようかね。木の実、3000円で。はい。じゃあ、木の実をね、これ育ててくれる。ありがとうございますと。はい。あ、いいね。じゃあ、あいつのお願い聞いてやろうか。なんか首大丈夫？尻尾なんだなぁ。どういうこと？はい。はぁ、なんて素晴らしい尻尾だったんだろう。あ、尻尾フェッチの人。小柄なのか、岩に隠れて尻尾しか見えなかった。叶うならあの尻尾をまた見たい。尻尾フェチや。ヒゲヅラ尻尾フェチや。バネのように渦を巻くしなやかに動く尻尾のポケモン。バネ。もし捕まえたら見せてくれ。俺を用意して待っているよ。バネ。バネの尻尾とかおった。バネのように渦を巻いたしなやかな尻尾のポケモン。どれだろう。これは尻尾どう？うわ。尻尾とかいうレベルじゃねえ。尻尾？ちょっとようわからんな。はい、わかりません。あ、また今度にするわ。はい。わかったわかった。ビッパぐらいの大きさ。オッケー。ね、ここでね、任務確認できるんだよね。あ、増えてるね。これ行ってみようか。こちらね。なんかね、結構新しいポケモンとかね、いろいろ増えたから、え、なに、何立てよるん、これ千具巻き戦というかな、な、はい、あんた、立派な銀河団になるには何が大事かわかるか、知識やで、違う、それも大事だけど、相棒だよ、相棒のポケモン。ああ、なるほどね。ポケモンの力を借りれば100人力さ。いつの日かポケモンを捕まえるためボールを投げる練習をしているぜ。でも本物を使った方がいいだろう。ああ、ボールくれと。ここ。ああ、全然あげるで。どうぞ。ここをあげたと。やった、これで相棒ができるぞ。捕まえたらね。お、頑張りの砂。ね、頑張りの砂ね、今までのポケモンの努力値の代わりらしい。もらったモンスターボールでいっぱい投げる練習するから俺の相棒に向いているポケモン調べておいてくれよな。だる。絶対調べんわ。はい。ポケモンがボールの中にいるのは案外居心地がいいということかな。それはわかりません。はい。次これ行こうか。真ん中の方。はーい。どれだ？こん中か。ハロー。あ、これだね。あ、どうした、しょんぼりじいさん。調査隊、いいところに来てくれた。EV と仲良くなるため、協力してくれないか。あ、全然いいよ。なあ、かわいいね。孫のミオが連れてきた EV との距離を縮めたいのじゃ。なあ。わしは考えたんだ。人も、ポケモンも胃袋をつかめば一発。まあ、確かにな。おやつ、何作るんや？ふるさとのおやつを作ろうと考えたが、翡翠では入手できないものもあるので、代用になりそうな材料を見繕った。生き生きな方3個、ポフの実2個、ズリの実1個を頼んだぞ。生き生きな方ってさ、なんかちょっと怪しいよね、名前。はい。持ってそうだな。あ、持ってないんだ。生き生きな方3個と、ポフの実と、ズリの実。はい、じゃあちょっと、持ってこようと思います。はい、材料持ってきた。はい、どうぞ。おやつの材料が集まったんだな。はい、生き生きな方3つ、ポフの実2つ、ズリの実1個。はい、どうぞ。あー、しょんぼりやな。色黒しょんぼりおじいさんや。はい、はいはいはい、全部渡しました。あと、どれもいい実り。はい、早速作ると。何作るんやろ。ケーキ？よーし、出来上がりじゃ。お主も一緒に味を見てくれ。はい。ふるさとマフィン。ああ、マフィンね。
すごいね。ああ、けど、スマイルじいさんになってるわ。はいはい。ガラル地方などで食べれるお菓子、木の実などを使っている。このポケモンも意外と多い。これは？ああ、またしょんぼり。うまいのはうまいのだが、なんというかちょっと違うのじゃな。ふるさとのマヒンはもっとしっとりと落ち着いた味だった。せっかく材料集めてくれたのに、すまない。これでは仲良くなれん。そうなん。ブイ。あ、どうした？食べたいのか？まあ、食べたいなら、ほら、お食べ。ブイ。お、めちゃめちゃ喜んどるやん。お、そう、そんなに美味しいのか？よ、よかった。ブイブイ。かわいいね。もっと食べたいのか？食べすぎは体に悪いぞ。ブイ？かわいい、かわいすぎる。甘やかさのように我慢せねばならん。わかる、その気持ち。動物とかね、俺一時期猫飼ってたんだけども、ずっと一緒にいたね。ありがとう。お主のおかげで EV ととってもいい感じじゃ。ふるさとのマヒン改め、高等武器マヒンと名付けよう。材料を変えればマヒンも美味しくできそう、できそうじゃ。EV のためにマヒンを作るぞ。お主も試してくれ。Thank you! イエーイ。はい。達成ですと。はい、じゃあ、そっと行きます。他はね、あの、博士がいる部屋の掲示板にね、前なんかね、依頼事項があったね。多分それも、どうした？はいはい、まあいいや。はい。じゃあ、あ、せい。不安定と遊ぼう。いたずらビッパトリオ。では、こけしを作って、ああ、言われとったな、こけしも。あ、これ。これ行こうか。お、反対側、結構近いね。はい。はい、お姉さん、どうした？警備隊の子3名です。ズバットのことだけで捕まえたら見せてください。ズバットのように暗闇でも自由に飛べる目があれば、夜間の警備だって余裕でしょう。はい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 、なるほどね。ズバットを捕まえとるで、多分。ほら、いっぱいおる。どうぞ。早速ズバットの目を見ましょう。ズバットの目はないで。あ、どうした？あ、そんな、目はどこ？ない、目がないぞ。まさか見えてないのに自由に飛んでいたってこと？そうやな、超音波で確か飛ぶとか言ってたな。そうか、目の代わりに何かすごい秘密があるのね。ズバットから学べることはないのか？夜間の警備はどうしよう。仲間にすれば？確かに、私一人で全てをこなす必要ないもんね。よし、私の助けとなってくれるズバットを探してみるよ。全然あげるんやけど、ズバット。いらん、これ。あ、消えた。さらー。はい。じゃあ、他のは。せい。上から行ってみるか。いたずらビッパトリオはちょっと気になるんだよね。はい。じゃあ、ちょっといたずらビッパトリオのとこ行こう。これね、すごいんだよね。瞬間移動できる。村の中でも。めちゃめちゃ便利。ハロー。あ、いたいた。いたずらピッパめ。入団試験で3種類ものポケモンを捕まえたんだってね。そんな君に調べてほしいことがあってね。あ、いたずらピッパ。早速来た。あららららいたずらピッパたち。来たね。私が目を離したばっかりに村に入られてしまった。これでは警備隊失格。ペリーラ隊長に合わせる顔がない。いや、ビッパたちを私の手で捕まえ、事態を収束を図るのだ。とはいえ、私一人でいたずらビッパ3体も捕まえられるか？そうだ。いたずらビッパは他のビッパがいると油断するらしい。つまり、あなたがビッパを連れていたずらビッパの気を引き、その隙に私が捕まえる。ほら、完璧。いたずらビッパ3体を捕まえるため、私に協力してほしい。あ、いいで。はい。じゃあ、手持ちにビッパ加えて村に侵入したビッパを探すと。はーい。じゃあ、連れて行こうか。そう、ここがね、牧場なんだけど。あ、とりあえず、立派ね。はい。あの、捕まえた奴らここにいるね。で、カビゴン。ちょ、カビゴン連れて行こう。カビゴンめっちゃ好きなんだよね。ポリゴンも連れて行こう。うわー、トゲチックも連れて行きたいんだけど。はい。いやー、どうしよう。かわいいね。まあ、後で連れて行こう。はーい。じゃあ、あ。今ね、はい、ビッパいるね。じゃあ、いたずらビッパちょっと探したいと思います。飛ばします。いたね。ビッパさん。
ビバ。はい。ガシガシ。かわいい。あら。喜んでる。あ、捕獲したんかな。よし、捕まえた。あなたと、あなたのビッパのおかげだね。はーい。じゃあ、あと2匹ね、ちょっと探そうと思いまーす。どこいるんだろう。いました。カジカジ。基本的にやっぱかじってんだな、前まで。あー。はい、で、捕獲すると。はい、よし、捕まえた。あなたとあなたの立派なおかげだね。同じ文章しか言ってない。はい、じゃあ、あと一匹探したいと思います。いました。わかるかな？俺、保護色してんだけど。いた、カジカジ。この鳴き声ない、コロって。はーい。三匹目もね、無事に。はい、捕まえれましたと。よし、捕まえた。あなたとあなたの立派なおかげだね。はい。どういたしまして。あはははい。お疲れ様、いたずら、立派3体。みんな捕まえたよと。それじゃあ村の外に逃がしてくるよ。あ、逃がすんだ。ちょっと待った。立派たちを逃がすなら、建築隊隊長、サザンカが預かろう。え、どうして建築隊が一番いい被害を受けてるのに。だってポケモンだぞ。村のルールを知るわけがない。確かに。それにこの村の建造物を好んで火事に来るなんて見る目があるよ。ああ、なるほどね。ただし村にいるなら仕事は手伝ってもらう。何度も侵入を試みる根性、木も岩も削る丈夫な前歯、建築隊にうってつけじゃないか。どうだ、一緒に働かないか。汗水流した後に食べる飯はうまいぞ。これビパーって言ってるんだ。はい、うむ、いい返事だ。かわいい。いたずらビッパたちが素直に仕事を手伝うかな。でも、サザンカさんがいるなら、きっと大丈夫よね。いいね、信頼持ってるね。これで一件落着だね。手伝ってくれてありがとう。助かったよ。はーい。ということで、いたずらビッパトリオを捕まえましたと。はーい、じゃあ、他のやつ行こうかなと思います。他何がある？不安定と遊ぼう。咲いて閉じて。これ行ってみるか。あれか。はーい。可愛かったなぁ、ビッパー。みんなビーダルにね、進化してもっと使えるようになればいいのにね。はーい。あ、この人か。悩んでるね、明らかに。ハロー。不安定の依頼受けてくれたんだよね。助かるよ。夕暮れ時、始まりの浜で不安定が子供と遊んでるみたいなの。ポケモンが人と遊ぶのが気になって襲われているのではないかと。ああ、警備隊で慌ててみんなの安否確認をしたけどみんな無事だし、不安定なんて知らないっていうの。でも見たって人は何人もいるかな。放っておけないじゃない。ああ、ちょっと謎めいてるな。ポケモンに関する調べことならやっぱり調査隊でしょ。子供と遊ぶ不安定の実態を調べてほしいのを頼んだよと。はーい。夕方。これ今夕方？始まりの浜。じゃあちょっと始まりの浜まで行きたいと思います。はい。来たけども。これ？絶対違うな。家族に呼ばれてきたが。絶対違うな。あー、いない。ちょっと探したけどいないね。どこいんだろう。まだ夕方じゃないのか。あ、これ夕方じゃないね。これ朝か。夕方。じゃあちょっと夕方になるのを待つか。じゃあちょっと他、その間はね、他の。はい。じゃあ他のやつやろっかな。じゃあ、これやろうか。呉服屋に見せるやつ。呉服屋、こっちが近いかな。はい。あれだ。なんかカバのオスとメス見せてって言ってたの。依頼について。あ、オス。ちょっと捕まえたんだよね。はい、どうぞ。メス。あ、これだ。はい、どうぞ。おー、色違う。
茶色の濃淡によって殺す印象が変わるとは、着想が浮かびました。しばしお待ちください。あ、なるほどね。これで新しい服作るってことか。呉服屋の新格ぜひご覧くださいませ。なるほどね。はーい。商品が増えると。からなくし。はいはいはい。見比べたらいい刺激が得られる。あーね、黒曜の原野と群青の海岸。それぞれのからなくしを見せてください。群青の海岸。ちょっとこれまだいけないっぽいな。群青の海岸知らないもんな。はい、じゃあ他の見ようと思います。これはまた後でいいから、チェリム持ってないしな。あ、ポケモンこけしやってみるか。なんかね、こけしは、木材3つって言ってたな。木材3つで作れるけど、木材ある？ 3 つもなーい。はい、他のにします。灯火は無理でしょう。これ、ちょっと聞きに行ってみるか。なんかね、医療隊の人に話聞いてって言われてたね。じゃあ、医療隊のとこ行こうか。確かこの中に医療隊があるはず。どこだっけ？あ、上だ。あれかな？あ、医療隊下だな。あれ、また別のあれか。依頼か。はい。この人？あ、豊さん。これじゃねえ。あなた？キネさん？シナト？え？ここか。はい。じゃあ、そこまで飛ばします。道間違えたわ。はい。ようやく目的地のとこ来ました。ハロー。あ、あなたね。なんだい？あんた、シノから材料集め頼まれたのかい？三つ葉のあの子だね。シノは知らないけど、実はグレンの湿地にいるポケモンなのさ。シノには刺激が強いからね。私のとこに連れてきなさい。どれ？三つ葉？これ？これ三つ葉？この子じゃない。三つ葉の子とかおった？グレンの湿地に？じゃあちょっと、またこれ、また後にしようか。捕まえた時に連れてくるね。はい、じゃあ他のとこ行きまーす。あ、これいいね。新商品を仕入れたいと。はい、じゃあちょっと本部寄ろうと思います。いけいけ。いや、マジ立派だな。銀河団ってさ、どこで敵になるんだろうね。ダイパではさ、敵やもんね。下かな？あ、めちゃめちゃ依頼いっぱいあるな。はーい。もうめっちゃある。確かこの人だったはず。はい。うわ、頑固そう。森キングを沈めた調査隊員か。大祭の使いで来たのか。そうです。話を聞くまでもない、あやつの店に卸す商品なんぞない。さあ、帰った帰った。ただでさえ、キーキーな方が手に入らなくて頭に来てるというのに。あれ、俺持ってる気がするんだけど。ああ、どうぞどうぞ。はい、じゃあ3つあげます。はい、どうぞ。はーい。グレの質といえば、キーキーな方。一面に広がる小麦色の景色はどこか懐かしく、郷愁の念に駆られる。キーキーな方は他の材料と調合した方がポケモンが要は集まる飯のいい匂いが立つんじゃろうな。お前さんの顔に免じて、大祭の店に新商品を卸そう。ありがとうございます。はい、じゃあ戻るか。大佐の報告すると。雑貨屋さんやね。うわ、めちゃめちゃまだサブ任務あるな。はーい。はーい。どうにか説得できたよ。お客さんのおかげで新商品が入ったよ。迷惑をかけたね。タオファさんとはいろいろあってさ。何はともあれ、どれもいい品だ。ぜひ買っていってくれ。やったね。何が増えたんかな。またバリバリもう3つ。はーい。まあなんか、あー、こんなん売ってんだね。はいはい、オッケー。じゃあバリバリも持っていくか。はい、じゃあちょっと飛ばします。バリバリも持ってなかったね。はい、じゃあ他のやつします。はい、これかな。じゃあおかしなポニータ目撃報告。じゃあ、はい、ここまで行こうと思います。ゴー。はい、この人だね。
ハロー。ポニータの件だよな。首を長くして待ってたよ。蹄鉄ヶ原にこの辺では見ないポニータが出るようになったんだ。他のポニータと違っていて、なんだか怖くてよ。博士に相談したら珍しいから、ぜひ調査したいって話になってさ。蹄鉄ヶ原にいる珍しいポニータを捕まえておいてくれよ。はい、じゃあ。黒曜の原野、行きたいと思います。へい。はーい。獣の大量発生。うわ、マスキッパがいっぱい出てる。まあいいや、とりあえずこっち行こう。ポニータ。え、色違いってことかな？なんか変な色とか言ってなかった？あそこだ。はーい。じゃあちょっと行こうと思います。飛ばしまーす。せい。はい、近くまで来たね。あ、見つけたっぽい。おお、色違いだ。青い炎なんだ、ポニータの色違いって。じゃあポニータあれ捕まえよう。直接捕まえれるかな。うわ、あね、ああいう輝くエフェクトが出るんだ。せい。ああ、やべ、割れた。ちょっと待って、逃げんでくれ、逃げんでくれ、逃げんでくれ。へい。あ、え逃げられた。え、はい、逃げられました。え、悲しい。これどうすればいいの捕まえる。はい、じゃあちょっと寝たりしたら治るのかな。はい、ちょっと戻ってみようか。え、逃げられたんだけどじゃあちょっと夕方まで寝ようか。しばらくしたらね、多分きっとまた出てくるって信じてるからさ。まさか逃げられると思わなかった。はい。え、もう出ないのかな。え終わり？もう出てこないの？出てこないのかな。普通のポニーとはいるね。あ、いないっぽい。え、カナピオ、やり直してみよう。はい、朗報です。一回ね、村に戻ってね、もう一回来たらね、いた。よかった。めちゃめちゃ怖かったわ。もう一生出れこんかと思った。え、せい。さあ、後ろからのボール捕まえれるのか。捕まえれませんと。はい。これね、もうしゃがんでけばね、大体割れん。あは、親分ポニータいる。ギャロップだな、あれは。でかー。あ、見て、かわいい。はい、後ろから、あ、せい。どうだ？捕まれる？はーい。はい、捕まえれました。珍しいポニータ捕獲しましたので、村人のヨタに報告します。はい、じゃあ戻りたいと思います。はい、じゃあ報告して、はい、村に戻ります。はい、報告しに来ました。珍しいポニータを捕まえてくれたのか。調査隊ってのはすごいんだな。そういえばガラル地方出身のやつが原野のポニータを見て驚いたな。ポニータの炎の盾紙だって。炎の盾紙。あー、ガラル地方は雪だからか。変なこと言ってると思ってたぐらいが、思っていたが、青い炎のポニータもいいぐらいだ。他にもいろんなポニータがいるのかもな。ポニータだけの話じゃないぞ。色の違うポケモンってどれぐらいいるんだろうな。調査隊頑張って調べてくれよ。はーい、じゃあクリアしましたと。ドリナミー。はーい、じゃあ他のやつ行ってみようか。
いけるのどれだ。三つ葉のポケモンいないしな。ともし火もあれだしな。はい、じゃあちょっと他の夕方まで待つ。今まだ朝だしな。はい、ちょっと他のね、あの任務集めてこようかなと思います。なんかさ、こん中いっぱいあったよね、任務。あと1個ぐらいクリアしてね、今回は終わろうかなって思います。この人も怪しいけど、あと1個。上の人がね、ずっといるから、この人から先にやってみようか。ハロー。あら、あんた、いいところに。ねえ、漬物石を探しているの手伝ってくれない？壺の上に収まる大きさとしっかり漬けるための大きさは大事だね。あと、壺から動かすのは重いから自分で解いてくれると最高だよ。ポケモンってこと？はい、失礼。私は家に戻るから捕まえたら教えに来てちょうだい。はいはい、じゃあ。失礼はいるからね。じゃあ、ポケモンを渡すか。はーい。家の前。家の前はどこだろうな。漬物石、これか。はい、じゃああの人かな。漬物石、かわいそうだね。ポケモン漬物石として使うの結構サイコパスじゃない。生き物を生き物と思ってないね。はい、石通では私に譲ってくれるのかい。あ、どうぞ。まあ、いっぱいいるからいいけど。はい、どうぞ。かわいそう。あらあら、まあまあ。石としか言いようのない外見、程よい重さ、完璧よ。ありがとうさん、これで美味しい漬物が作れるわ。喜ぶな、お前もう。言えんじゃないよ。かわいそうに。どう。はい、じゃあ、今日の任務はね、ここで終わりたいと思います。あのね、最後にね、あの本部にちょっと報告して、島星さんにね、ちょっとあのポケモン図鑑の報告して、ちょっと星をね上げてもらおうかなと思ってます。こいつらもね、あと次回の任務でねクリアしようと思うよ。いろいろ確認するから待っといたな。承認するランクアップの手続きだ。イエーイ。三つ星でございます。はい、三つ星ですね。ありがとうございます。スーパーボルド、レベル40までのポケモンが言うこと聞いてくれると。イエーイ。スーパーボールかな。イエーイ、スーパーボール作れるようになったね。はーい。で、最後にあの髪型をねちょっと変えようかなと思ってます。どんな風にしよっかな。へい、ひなつ、俺の髪型変えてくれよ。500円で切ってくれるのは嬉しいね。東京とかだとね、1万円弱、まあ、5000円強ぐらいするからね。あ、おばあちゃん右にいる。はい、座って座って。メガネ取った方がいいで。うわ、髪長。髪結いって長くもできるんや。中分け。うわ、クソ真面目っぽい。あ、七三分け。ああ、はいはいはい。うわ、編み込み。編み込みあんま好きじゃないね。伸ばすのもありだな。中分け。七三いいね。七三にしよっかな。色は、あ、金ね。あ、黒。あ、白。赤。ああ。いいんじゃない？けど服と合わねえな。うわ、ポケモンっぽいね、この感じ。巻き髪、パーマね。俺今パーマだからな。けど七三がいいね。じゃあ七三の黒色にしよっか。はい、あんまり変わらんけど。これにしよう。これは何？あ、眉毛。眉毛も黒にしよっか。はい。雰囲気も変わっていいかもね。はい、やっちゃいますと。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ただの真面目くんだ。はい。
あんた最高だよ。はい、じゃあ今日はね、髪切って帽子はかぶりません。はい、さっきの帽子をかぶってないですと。怖いこと言うなよ。はい、今日はここで終わりたいと思います。他のねサブ任務もね、次回また 5.5 とかでね、まあ、6.5 とかになるかもしんないけど、でやりたいと思います。それではまたね。クソ真面目だなこの感じ。はい、最後にビッパ、はい、挨拶して、はいはいはい、またねー。